社会人軟式野球の2大タイトルの一つ国体、その出場をかけて県予選の決勝戦、もう間もなくのプレーボールです。一塁側が高校トランスポート先に守ります。そして三塁側が先攻の鹿児島総合信用金庫となっています。国体県予選優勝するのはどちらのチームか。まずは先に守ります鹿児島トランスポート守備の9人を紹介してまいります。先発ピッチャー岡さんの予想通りになりましたね。先発ピッチャー平です。はい、受けるキャッチャーは高山、ファーストは城の下、セカンド林、サードガナハ、ショート瀬口、外野はレフトから大谷、センター山本、ライト徳重、以上の9人となっています。今マウンド上では先発ピッチャーの平がピッチング練習を行っています。予定ではこの後1時30分からのプレーボール。さあ投球練習、守備練習が終わりまして、まもなく決勝戦のプレーボールです。先頭バッター鹿児島総合信用金庫1番の宮下が左のバッターボックスに入りました。今プレーボールです。平の第1球はアウトローへのボールになりました。ワンボール。打ち返していった、1番の宮下レフト前ヒット、鹿児島総合信用金庫、まずはいきなり俊足のバッター宮下が出塁しました。解説は鹿児島実業出身で長らく鹿児島県の軟式野球界でプレーされました岡さんです。岡さん、まずは先頭バッター宮下選手、いいバッティングになりましたね。そうですね、やっぱり平君からしたら絶対に出したくないランナーだったと思います。はい、鹿児島総合信用金庫はここから、1番の俊足宮下ですが、2番の萩子場と続いていきます。萩子場は初球から送ってきました。ワンアウト二塁を作りました。やっぱり岡さん、このあたりは鹿児島総合信用金庫の攻撃のパターンですね。そうですね、多分一塁ランナー足が速いはずなので、はい、ただ高山君の肩が非常に強いので簡単にはスチールはできないというところでしっかりと送ってきましたね。はい、鹿児島トランスポートのキャッチャーは元プロの高山です。準決勝でも少し二塁の大きかったランナーを牽制送球アウトという場面もありました。バッターボックスは3番の上栗です。先頭バッター宮下ヒットで出塁、そして続くバッター2番の萩子場が送りバントでワンアウト二塁、先制のチャンスを作っている鹿児島総合信用金庫。ショートへワンバウンドして三塁へ送る、タッチはアウト。3番の上栗、ランナーを進めるバッティングにはなりませんでした。ワンアウトランナー一塁と、送信にとってはチャンスがしぼむ形になりました。ツーアウト一塁でバッターボックス4番の川内です。つい先ほど行われました準決勝でも1本長打を放っています。打ち上げました、サードが前進、ファウルグラウンドで掴みました、スリーアウト。
1回の表、送信は先頭バッター宮下が出塁しましたが、その後続くことができませんでした。1回の表は無得点です。それでは1回の裏、鹿児島トランスポートの攻撃を迎える前に守ります鹿児島総合信用金庫の守備の9人を紹介します。先発ピッチャーはキャプテンです、萩小葉。受けるキャッチャー平岡、ファーストは奥村、セカンド米田、サード川内、ショート東、外野です、レフト上栗、センター宮下、先ほどヒットで出塁、そしてライトは山崎、以上の9人となっています。1回の表の送信の攻撃をゼロに抑えました鹿児島トランスポート。1回の裏の攻撃です。1番の山本、右のバッターボックスに入りました。今大会はここまで8打数の2安打です。枕崎高校の出身。さあ岡さん、送信の先発ピッチャー萩小葉投手ですが、これまでを知る我々からすると少し意外な人選のように感じるんですが。いや、僕もびっくりしました。これはま、あの高校時代ももちろん野手でしたから、投手経験が実はあったのかもしれないですけども、やはり意外な選出ですかね。そうですね、当然多分トランスポートベンチもびっくりしてるんじゃないかなと思います。なるほどなるほど。社会人になってからもこの萩小葉投手の登板っていうのはあまり見られないという。僕は見たことはなかったですね。はあ、なるほど。まあその点では送信がちょっと相手の意表をつくような先発ピッチャー萩小葉をマウンドに送ってきました。バッターボックスは1番のベテラン山本です。まあ、まだ1人目ではありますけど、投げているボールをご覧になっていかがですか。そうですね、おそらく器用な、とても器用な選手なので、はい、まあ、野手ではあるんですけども、まあ、綺麗なボール、ただちょっとクロスステップをして入ってくるので、ちょっと右バッター後ろ側からボールが入ってくるのかなというようなイメージだと思いますね。そうですか。フルカウントです。引っ張った打球はファウル。もともとは内野手でショートの守備で送信でも主に出場していましたマウンド上の萩小葉。非常に軽快な守備で2回戦準決勝と味方のピンチを救う守備も何度も見られました。レフトへ、大きいですがファウルです。レフト線切れていきました。まあ、ただそんな専門職ではないピッチャーには簡単には抑えられないぞというような山本の当たりが見られました。引っ張った、レフトの前。1回の裏、トランスポートも先頭バッター出塁です。岡さん、ちょっと高めに入ったでしょうか。そうですね、スライダーがちょっと真ん中に甘く入ってきたのかなという感じですね。今度は鹿児島トランスポートがノーアウトのランナーです。そしてバッターボックス、決勝戦は2番に高山です。2回戦の大口消防戦では7番、先ほど行われました準決勝県経済連戦では3番バッターでした。ここは第1打席ピッチャーフライ。注目のバッターを迎えましたが、ここは萩小葉が一つアウトを取りました。ショート出口、
そしてクリーンナップへと入ります。一番バッターが出塁しているトランスポート、ランナーも動きがあるでしょうか。一度牽制、あーっと牽制が後ろへこぼれている。その間に一塁ランナー山本は二塁へ、ワンアウト二塁を作りました。トランスポート、岡さん、ここはもったいない牽制球になりましたね。そうですね、多分萩駒君の器用さが逆に裏目に出てしまったのは殺しに行く牽制球ですね。はい、はい、まあ、果敢にその牽制で狙いに行くトライすることはいいんですけれども、ちょっとそれが裏目に出てしまったような感じですね。そうですね。さあ、チャンスをもらったのはトランスポートです。3番バッターは瀬口、キャッチャーは前にこぼしています。カウントはワンボール。バッターボックスの瀬口は神村学園の出身、その後日本経済大へと進んで独立リーグでプレーしていました。ワンアウト二塁、このチャンスを生かすことができるかトランスポート。ちょっとマウンド上足元が悪くバランスを崩してしまいましたピッチャー萩子は。瀬口は今大会では9打数の4安打1打点と当たっています。大きく外れました。3ボール。2番バッターの高山はピッチャーフライに抑えたんですが、3番の瀬口に対しては制球苦しんでいます。一つストライク。フォアボールになりました。岡さん、制球に苦しんでいるのはあの変化球のボールになりますかね。そうですね、最後はちょっともう歩かせてもいいような感じと、そうでしたかだと思いますけど、はい、次が大谷君だからですね。そうですね、まあ、塁を埋めて守りやすさというところではよくはなったかもしれませんが、迎えるバッターは4番の大谷です。湘南高校出身、2007年育成ドラフト5位で千葉ロッテに入団してプレーしていた実績もあります。チームの不動の4番バッター、今大会は5打数の2安打1打点と結果を残しています。ワンアウト2塁1塁、初球はストライク、一つ決まりました。この大谷と真っ向勝負を挑んでいくマウンド上萩子場。インコース、惜しいコースでした。わずかに外れてワンボールワンストライク。バッターボックスの大谷はこの過去の国体県予選でもここ郡山送信グラウンドのレフトスタンド、レフトへの柵越えアーチを放った実績もあります。一発長打のあるバッター。スリーボールです。岡さん、ちょっとボール球ストライク球がはっきりしていますか。そうですね、でも低めに制球されているので、はい、まあ、もうとりあえずゴロを出せたいと、もう最悪フォアボールでも OK ぐらいの感じじゃないかなと思いますね。はい、スリーボールワンストライクです。インコース外れてフォアボール、まあ、ですからこれがまあバッテリーとしては覚悟の上での
早急だったということですね。そうですね、大谷君よりも確率的にはガナハ君で勝負をしたいっていうのが本当のところじゃないかなと思いますね。満塁になりました。バッターボックス5番のガナハ。芝浦工業大学、順天堂大学を卒業してこのチームでプレーしています。今大会は3打数のノーヒット、まだヒットはありません。ちょっと逆球になりました。とにかく低めに制球してゴロを打たせて打ち取ろうという狙い、送信バッテリー。しかしここはトランスポート、ワンアウト満塁のチャンスを作っています。アウトロー、打ち上げました。ショート東、ツーアウトです。バッターボックスには6番の城下です。39歳のベテラン、鹿児島実業軟式野球部出身で、その後鹿児島国際大学を経て四国の独立リーグでプレーした実績もあります。先ほど準決勝では出場がありませんでしたが、2回戦の大口消防戦では4打数の2安打と結果を残しました。ワンアウト満塁のチャンスでレフトへ、ファウルです。先制の大チャンスを迎えているトランスポート、一方で大ピンチなのは鹿児島送信。岡さん、守る送信としては、大谷を歩かせて5番のガナハをしっかりと打ち取って2アウトまで来ました。どんな思いでいるんでしょうか。そうですね、おそらく長打ってもちょっと考えづらいかなと思うので、とりあえず低め低めに制球して内野ゴロしっかり取りたいと思いますね。今のも低めのボールでしたが、3ボール1ストライクになりました。ただここで押し出しだけは避けたいところです。3ボール1ストライク、2アウト満塁。低めのフォアボール。国体県予選の決勝戦、まず最初の1点は押し出し。6番の城の下に打点がつきました。鹿児島トランスポート1回の裏1点を先制、なおも2アウト満塁です。バッターボックスは7番の徳重を迎えます。金谷中央高校の出身、今大会は8打数の4安打と、こちらのバッターも当たっています。初球は決まってストライク、叩きつけた、ファーストベースを踏んで3アウトです。ただ1回の裏、鹿児島トランスポートは送信の先発ピッチャー萩小場の押し出しのフォアボールで1点を先制しています。1回が終わって1対0、トランスポートが送信をリードしています。
2回の表1点を追いかける鹿児島相互信用金庫の攻撃です。この回先頭バッターは5番バッターの米田。さあ岡さん、1回にトランスポートにまず1点が入りました。これは結構大きな1点になりそうですね。そうですね、おそらく予想のしてない点数の入り方だと思うので、はい、送信としたら早いこと追いつきたいですね。はい、ただ対するピッチャーが好調の平投手ということで、この平投手ここまでピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、 いつもちょっと制球に不安があるんですけど、今日はそんなに今のところは悪くないのかなという感じがしてます。はい、送信としてはですから、そんな平投手をこうどのようにこう打ち崩していきたいでしょうか。準決勝もそうだったんですけど、ちょっとフライアウトが多いかなという感じだったので、はい、とにかく下にですね、はい、足の速い選手が多いので。はい、そうですね。先頭バッター米田は空振り三振に倒れました。6番の奥村です。初球から振っていきました、ファウル。鹿児島南高校の出身、福岡大を経て鹿児島総合信用金庫野球部でプレーしています。先ほど準決勝では3打数の3安打2点タイムリーも放っています。今大会で見ても5打数4安打の3打点と絶好調なバッター。そんなバッターからこの好投手平を前にまず1本が欲しいところ。打ち上げました、三塁線切れます、ファウル。フルカウントになりました。サードゴロ、待って取る、一塁送ってツーアウト。トランスポートサードはガナハです。打席には7番ショートの東です。この東も鹿児島南高校の出身。変化球2球続けてツーボールになりました。外を攻めます、スリーボール。ストレートのフォアボールになりました。岡さん、今の投球内容はどうご覧になりますか。ある意味平君らしい、ツーアウトから簡単にフォアボール出してしまうと、はい、ただまあここから先なかなか点数取られないピッチャーなので。あ、そうなんですね。なんでしょう、こう塁にランナーがいるとこうギアが上がるようなタイプなんでしょうか。そうなんですかね。ツーアウト一塁、ただ送信としては1点を追いかけます。こういったフォアボールを足がかりに得点をしていきたいところ。
練習時間のほとんどは守備練習に費やしてノーヒットで1点を取る野球を理想としていると話しています。ただここはライトフライに倒れました。一塁ランナー残塁。2回の表鹿児島総合信用金庫1人残塁無得点に終わっています。2回の裏鹿児島トランスポートの攻撃。この回から送信はピッチャーが変わりました。背番号4番の渡辺雄大がマウンドに上がっています。岡さん、この系統だったとは思うんですけれども、ここはもう本職ピッチャーに任せるというところですかね。そうですね、おそらくもう最初からハゲ攻撃でいけるところまでぐらいの感じだったんじゃないかなと思います。はい、先発した萩小葉はショートの守備に変わっています。バッターボックスにはトランスポートのピッチャー平も渡辺も鹿児島城西の出身ですので、これは同じ高校の先輩後輩対決ということになりました。2ボール2ストライクと先輩の渡辺が後輩平を追い込んでいます。ライトへセカンドジャンプ。トランスポートチーム2本目のヒットはピッチャー平のバットから。先頭バッター1回に引き続き出塁しました。そしてバッターボックスには9番の林。この林も鹿児島城西高校の出身です。バントに行きますがフライにしてしまいました。ワンアウト一塁。9番の林を送ることはできませんでした。打順トップに帰って2巡目、
先ほどヒットの山本を迎えます。クロスファイヤー気味に内側に来ました。左のサイドスローという変則的なピッチャーです。牽制球逆を突かれましたが、二塁はさほど大きくはありませんでした。打ちましたがファウルです。ワンボールワンストライク。2回のマウンド、代わった送信は2番手の渡辺。岡さん、この回はこの渡辺の立ち上がりということになりますが、このピッチャーに対してはどんな印象でしょうか。そうですね、先ほどおっしゃられた通り左のスリークォーター気味。おー、はい、ナイスバッチ。宇宙間へ運んでいきました。一塁ランナー平は一気に三塁まで。ワンアウト一三塁です。1番の山本、2打席連続ヒットになりました。あの岡さん、打ちにくいところはあると思うんですけれども、まあ、先頭の平と今の山本とよく打っていますね。そうですね、外側のボールがまっすぐは外にちょっと逃げるようなボールなんですよね、はい、そのボールを右バッターがどんな風に攻略するのかなって思ったら、山本くんがきれいにセンター前に持っていきましたね。はい、ここは山本が技術の高さを見せつけてヒットにしました。そして岡さん、ワンアウト一三塁の大チャンスで今日絶好調の高山です。そうですね、普通だったら点数を取りに来るような打撃をするかなと思うんですけど、はい、やっぱ高山君強打者なんで、はい、期待したいですね。先ほどの準決勝では決勝点となりましたツーランホームランを1回に放っています。鹿児島工業出身で九州産業大学を経て2016年に育成6位で読売ジャイアンツから指名を受けてプロの世界も経験しました。今日午前中に行われた準決勝で3打数の1安打、その1安打はホームランです。2打点とその活躍もあって、この決勝戦では2番バッターになっています。ワンアウト一三塁、鹿児島トランスポート追加点の大チャンス。外、一つこのピッチャー渡辺の投球の鍵となる外のまっすぐでした。ツーボールワンストライク。内側に入ってきた。これはかなりブレーキのかかった変化球でした。準決勝ではホームラン1本、決勝戦では先ほど第1打席はピッチャーフライに倒れている高山。ここは変わったピッチャー渡辺を打つことができるか。空振り三振、高山を抑えました。マウンド上渡辺、岡さん、今の投球内容いかがでしょうか。左のサイドスローから右バッターの足元に食い込んでくる変化球ですよね、はい、最高の配球だったんじゃないかなと思います。ツーアウト一三塁までしました。バッターボックスは3番の瀬口。
初球いいボール決まりました。ストライク。このピンチをゼロでしのぐことができれば送信にとってはいい流れを呼び込めそうです。2回の裏ツーアウト1、3塁バッターボックス3番瀬口、ボールカウントはワンストライクです。1点を先制しているトランスポート、1回の裏押し出しによる1点でした。そこからさらにリードを広げられるかという2回裏の攻撃になっています。打ちましたがファウルです。軟式野球特有のこのボールが潰れて前に飛ばないといったようなファウルになりました。ワンボールツーストライクと追い込んだのは送信の2番手渡辺雄大。アウトロー見ました。ボール渡してもファウルです。岡さん、なかなかこの前に飛ばないというのは打ちにくさもあるんでしょうか。そうですね。ただですね、この瀬口君の見逃し方ですよね。すごく打席で余裕があって、はい、しっかりとボールが見えてるのかなと、はい、すごい余裕を感じるんですよね。ツーエンドツーから外のボール、バットの先、レフトフライ、スリーアウト。1、3塁のピンチ、なんとか切り抜けました、鹿児島総合信用金庫。2回の攻防終了して、鹿児島トランスポートが1対0と送信をリードしています。3回の表、鹿児島総合信
野慎太の攻撃が9番キャッチャー平岡、キャッチャー平岡。3回表1点を追いかけます創新の攻撃です。この回先頭バッターはラストバッターの平岡から始まります。初球を打ちました。3塁線破った、サードの右を破っていきました。創新もこの回チーム2本目のヒット、三遊間を破る綺麗な当たりでした。ノーアウト1塁。さあノーアウトで同点のランナー出して、先ほど第1打席はヒットの宮下です。ここはバントに行く。俊足の宮下、あわよくば自らも生きようかというような思いもあるでしょうか。ノーアウト1塁です。ベンチからのサインを確認してヒッティング、一塁ランナースタート。キャッチャーからの送球はこぼれてセーフになりました。一塁ランナー平岡は単独スチール成功です。ノーアウト二塁。岡さん、ここは若干の相手のミスもありながらいいチャンスを作りましたね。そうですね、おそらくヒットエンドランだったのかなと思うんですけども、はい、まあ、珍しく高山君の送球がちょっとそれたかな、ずれたかなって感じですね、はい、ちょっと送信としてはあのボールを空振りしたところで一瞬ヒヤリとしたと思うんですが、そうですね、ラッキーでしたね。なんとかランナーを進めることにはなりました。さあこうなってから思い切ってヒッティングに切り替えてくるでしょうか、バッターボックスの宮下。ノーアウト二塁。平のセットがどうだったでしょうか。何事もなくプレーは再開されます。引っ張った、ライトの前、ライトは左に寄っていた。二塁ランナー平岡ホームに帰ってきました。同点。1番の宮下、2打席連続ヒットはタイムリーヒット。送信同点に追いつきました。いや岡さん、1番の宮下いいバッティングしますね。いやナイスバッティングでしたね。ただちょっとライトのポジショニングが気になったかなっていうところですね。そうですねちょっと追いつくのが遅れて2塁ランナーが悠々と生還できました。そしてなおもノーアウト一塁でバッターボックスは2番の萩小場。ここも一貫して送ってくるか。第1打席は同じような場面で萩小場送りバントを決めています。さあ3回の表、先のピンチからゼロで抑えてチャンスにつなげていくか。盗塁失敗です。キャッチャーの高山刺しました。一気に流れを傾けたい送信でしたが、ここはトランスポートのキャッチャー高山の送球です。宮下は今大会だけですでに3つ4つと盗塁を決めている俊足のランナーでしたが、ここはスチール奪うことができませんでした。ワンアウトランナーなしで萩小判の打席になります。バットの先、ボテボテの当たり、セカンド林から一塁へトス、ツーアウトです。3番レフト金栗、背番号1。ツーアウトで送信はクリーンナップを迎えます。3番の上栗、第1打席は凡退しています。
思い切ったスイング、バットは空を切りました。ファウルです。岡さん、三塁ベンチの方からは、まあ、そんなような声も聞こえるんですが、こういった場面では一発を狙ったりもするんですか？おそらく狙ってるんじゃないかなと思います。しかもおそらく平君の決め球スライダーですね、はい、1個張ってフルスイングしてくるんじゃないかなと思って見てます。ワンボールツーストライクです。スライダーインコース、平からは思わず笑みがこぼれました。いいコースでしたね。いいコースでしたね。鹿児島城西出身、トランスポートに入って背番号16番、キャプテンの大谷からはチームのエースは平と言ってもいいですというそんなコメントもあります。またまた内側の変化球です。フルスイングを見せる上栗にマウンド上の平も真っ向勝負を挑んでいます。ツーボールツーストライク。見ました、スリーボールツーストライク。フォアボールです。歩かせました。3番の上栗、2アウト1塁で4番の川内を迎えます。金谷中央高校の出身、国士舘大学を経て創新でプレーしています。バットの先、どん詰まりの当たりです。平が拾って一塁アウト、スリーアウト。ただ3回の表、鹿児島総合信用金庫はランナーを二塁に置いて1番宮下のライトへのタイムリーで1対1同点に追いついています。鹿児島市の郡山送信グラウンドで行われております国体県予選の決勝戦、鹿児島トランスポート対鹿児島総合信用金庫の一戦です。試合は現在3回の表までが終了しまして1対1の同点。3回の裏、鹿児島トランスポートの攻撃、この回先頭バッターは4番の大谷を迎えます。送信のマウンドには2番手
渡辺。大谷に対して外を一貫して制球しています。第1打席はフォアボールで出塁しています。またしても外、スリーボールツーストライク。空振り三振。最後のボールも岡さん、あれは渡辺投手特有のストレートなんですかね。そうですね、まっすぐちょっと逃げていくようなボールですね、はい、一貫して大谷に対しては外を攻め続けました。そうですね、大谷長打力があるので、はい、やはり外中心で、はい、外野の守備地もそうですけど、やっぱりワンヒット OK ぐらいの感じで攻めてたんじゃないかなと思います。はい、ワンアウトランナーなし、バッターボックスは5番のガナハを迎えます。第1打席はショートフライに倒れています。詰まった打球はファウルグラウンドへ。ワンボールツーストライクです。ファウルです。時刻は午後2時を回ったところ、鹿児島市の郡山ソーシングラウンドには眩しい日差しが照りつけるようになってきました。三振です。5番大谷、5番ガナハと連続三振。6番の城之下、第1打席フォアボール。これは面白いところですが、わずかにファウル。ツーストライクと追い込みました。ショートゴロ、かまった萩小馬、フィールディング安定感があります。スリーアウト。送信2番手の渡辺、3回の裏トランスポートの4番5番6番の攻撃を三者凡退に抑えました。3
3回が終わって1対1同点です。4回の表、送信の攻撃、この回は5番の米田から始まります。第1打席は空振り三振でした。大島高校の出身、長崎国際大学を経て送信でプレーしています。1・2塁間破っていきます。米田この試合もヒット、今大会の3試合でいずれもヒットを打ちました。この試合で送信先頭バッターの出塁は3回目。バッターボックス6番奥村、やはりこの辺りも徹底されています。ワンアウト2塁、今度は送信が勝ち越しのチャンスを作りました。ワンアウト二塁の場面でバッターボックスは渡辺、2回から登板しましたので、この打席が今日の最初の第1打席ということになります。パスボール、ランナーは三塁です。岡さん、ちょっとトランスポートバッテリーらしくないプレーになってますか？そうですね、ちょっと高山君、ボールもあれだったんですけど、高山君らしくない、ちょっと簡単な雑なプレーだったかなっていう気がしますね、はい、ワンアウト三塁としました。送信です。内野は前進守備、勝ち越しは絶対に許さないという守備の守り位置になっています。フォアボールです。ワンアウト1・3塁、ここで一つ勢いづくのは送信サイド。続くバッターは8番の山崎です。黎明高校の出身、30歳、今大会は6打数の1安打。決勝戦チャンスで打席を迎えました。
4回の表ワンアウト1、3塁送信が勝ち越しの大チャンスを作っています。8番の山崎ワンエンドワン、バットの先ボテボテの当たり、三塁ランナー生還。4回の表送信、内野ゴロの間に勝ち越しました。2対1。岡さん、詰まった当たりが逆に功を奏するという形になりましたね。はい、ヒットエンドランですね。三塁ランナーも、はい、しっかりとスタート切ってましたので、まあ、カウントもワンツーだったのかな、だったので、まあ、おそらくするんだったらここかなという感じでしたね。はい、まさにチームが信条とするノーヒットでも1点を取る野球というものを見せました。あ、ピッチャー返し、ピッチャー強襲の内野安打。9番バッターの平岡は2打席連続ヒット、出塁します。2アウト1、3塁バッターボックス1番の宮下を迎えます。先ほど3回に同点タイムリーを放っている宮下。この打席も1、3塁のチャンスで回ってきました。ツーストライク、追い込んだのはトランスポートマウンドの平。セカンド林、二塁へ送ってスリーアウト。一塁ランナー三塁ランナーともに残塁、スリーアウトになりました。しかし4回の表送信はランナー三塁の場面で8番山崎がヒットエンドラン、内野ゴロの間に1点を加えて2対1と勝ち越しに成功しています。
付に変わりまして、代打フライアップ、バッターがフライアップ、背番号18、4回の裏、今度は1点を追います鹿児島トランスポート。この回先頭バッターの徳重、7番徳重のところに変えて代打平山を送ってきました。先ほどの準決勝では9回5安打完封勝利を挙げているピッチャー、その平山が代打で送られました。ツーストライクです。岡さん、今大会比較的結果を残している徳重に代えて平井部選手の投入ということですけれども、この代打はどうご覧になりますか。ちょっと流れを変えたいところもあるんじゃないかなと思いますね。なるほど。まあ、ピッチングはまあ、ものすごい印象的なんですけれども、バッティングに関してはどうなんでしょう。昨日、この前の試合準決勝もいい振りしてましたから、はいはい、期待はできるんじゃないかなと思いますね。外のボール食らいついていきます。右バッターにとっては今ご覧いただいたあそこのアウトコース、これを渡辺投手は得意としています。内側に入ってきた、レフトへ大きい、平井部振り抜いた、ホームラン。4回の裏、代打の平井部打ちました。ゆっくりと送信グラウンドのダイヤモンドを一周、2対2同点に追いついた。いや、岡さんからいい振りをしているというコメントがありましたが、まさにそんな強烈な振りで決めましたね。そうですね、まあ、ここまでの結果は想像してなかったですけど、はい、まあ、でも片手一本で持っていったからすごいですよね。やっぱ軟式野球でああいう長打が出るっていうのはそんなに多くはないことなんですよね。いや、でも最近はちょっとボールが変わって、ボールもバットも変わってきてるので出やすくはなってきてるんですけど。はあ、なるほど。まあ、でもパワーですよね。はい、そんなに渡辺投手のボールも悪くはなかったですか。そうですね、低めだったと思いますし、はい、体勢崩されて片手一本であそこまで持っていく、バッターを褒めるべきだったんじゃないかなと思います、はい、4回の裏トランスポートが代打平山のホームランで2対2の同点に追いついて、バッターボックスは8番の平です。平もピッチャーなんですが、今日第1打席はライトへヒットを放っています。いい当たりだ、これも打球伸びていく。8番のピッチャー平、2打席連続ヒット、2打席目はレフトオーバーのツーベースになりました。さあ、岡さん、この回勢いに乗り出したら止まらないトランスポート打線らしさがちょっと見え始めていますか。そうですね、だからこの林君ほぼ 100% 送りバントだと思うんですね。どれだけチャージをかけて三塁に行かせないか、はい、そのこの林の打席でのバント処理で流れを切るのか、あるいはトランスポートがさらにチャンスを広げるのか、この打席の結果も非常に注目です。第1打席では送りバントは失敗している林、今度は決めるか、お、バットを引いてヒッティングに来るかという、そんな打席の中での動きを見せました。
代打平藪のホームランから、続く8番の平もレフトオーバーのツーベース、ノーアウト2塁の場面です。ヒッティングです、ライト方向、ワンボールツーストライクになりました。二塁ランナー帰れば勝ち越し、鹿児島トランスポート。バッターボックスは9番の林、引いてセンターへのフライです。ちょっとタッチアップには浅いフライになりました。ワンアウト二塁です。ただ依然チャンスで打席に迎えるのは2打席連続ヒットの山本、チームの1番バッター。今大会はここまでで10打数の4安打という結果です。このピンチの場面でこれ以上の失点は防ぐか、鹿児島総合信用金庫。ピッチャーは2番手の渡辺です。ワンボールワンストライク、外に大きく外れてボール。打ち上げました。内野フライ。サード川内が掴んでツーアウトです。2打席連続ヒットの山本、3打席目はサードフライに倒れました。さあバッターボックスは2番の高山です。今日決勝戦ではピッチャーフライと三振という内容なんですが、午前中に行われた準決勝ではホームラン1本、またそれ以外のアウトになったいずれの打席でもいい当たりを放っています。全く気の抜けないバッターが続いていきます、鹿児島トランスポート打線。1本出て二塁ランナー平良が帰れば勝ち越し。インコース、ちょっと今雷が鳴りましたね、一旦どうしますか、球審が今プレーは止めて、ちょっと競技に入ります。今日は午前中から雨は降っておりませんが、主に午前中分厚い雲が覆っていて、ただまあ気温はかなり暑く高くなっていて、もう真夏のような環境になっています。まだ梅雨明けはしていない南九州鹿児島市なんですが、
ここは一つ雷鳴が聞こえたところで一旦試合が止まりました。少しどうでしょうか。しばらく試合は中断しますが、まだ雷鳴も若干聞こえますね。まあ、この後インターネットなどでその雷雲の予報などを見て今後の試合の続行可否は判断されると思うんですが、ここで一旦試合が止まります。試合は現在4回の表ツーアウトまで取ったところで、ツーアウト二塁という場面で一旦試合が中断します。雷が鳴ったため一旦試合が中断しています。また試合が再開されましたら放送席から、再びお伝えしたいと思います。グラウンド上に選手が出てきました。ピッチャーの渡辺が投球練習を行って、もうまもなく試合が再開されます。雷、雷鳴が聞こえたため一旦試合は中断されていました。4回の裏ツーアウトランナー二塁、バッターボックス2番の高山から、そしてツーボールワンストライクから試合が再開されます。再開された初球から思い切って振っていきました。そして1球投げたところでどうでしょう、ちょっと強めに雷が鳴りました。まあ、雷雲自体は球場の遥か後方の方に分厚い暗い雲があるんで大丈夫だとは、大丈夫であろうという判断ですね。さあ2エンド2、仕切り直しの1球から思い切ってスイングをしていった高山、三遊間破った、サードコーチャーは回した、二塁ランナー平が帰ってくる、トランスポート勝ち越し、バッターランナーは二塁でアウト。ただ試合が再開されました。郡山送信グラウンド4回の裏トランスポート2番高山タイムリーヒット3対2と勝ち越しました。
試合はこのあと5回の攻防に入ろうというところだったんですが、もう一度近くで雷鳴が聞こえたため一旦試合は中断されます。試合は4回まで終わったところで雷鳴が聞こえたため中断されます。この後は5回の表鹿児島総合信用金庫の攻撃に入るところだったんですが試合は中断されます。4回に2対1と勝ち越した送信でしたが、その裏鹿児島トランスポートが7番代打平藪のソロホームランで1点を返して同点に、そして8番平がツーベースを打って、その後雷の中断を 1回目の雷の中断を挟んでツーアウト2塁の場面から2番高山のレフトへのタイムリー、それで4回に2点を加えて3対2と鹿児島トランスポートがここまで勝ち越しています。再び雷鳴が聞こえたため試合は一旦中断されています。また再び再開されましたら放送席からお伝えします。一旦失礼します。第77回国体軟式野球競技の県予選の決勝戦です。先週試合自体は始まりましたが4回を終了した時点で雷のため試合が中断されました。この後カプリをご覧の皆様にも決勝戦5回からの特別継続試合続きからお伝えしたいと思います。放送は果実 OB の岡浩二さんです。さあ雷の中断があって1週間空きました。5回の表鹿児島総合信用金庫からの攻撃再開です。特別継続試合ということでしたのでメンバー打席に立つ順番変わりません。鹿児島トランスポートのピッチャーは平瑠南、対する送信は1番バッターの宮下、失礼します、萩駒ですね、萩駒から始まります。セカンドフライでした。さあ岡さん、はい、1週間空いたということへの影響っていうのはどんなところがあるんでしょうか。そうですね、まっとい試合の展開からいけば圧倒的にトランスポート優位なのかなと思います、はい、ただ、平君の制球ですね、ここがどうなるか大きく試合左右するんじゃないかなと思ってます。まあ、試合の展開で言えば4回の表に送信が同点に追いつきました、勝ち越しましたが、試合の展開で言えば4回の表に送信が勝ち越しましたが、4回の裏にトランスポートが代打平藪のホームラン、2番高山の勝ち越しタイムリーの2点で再び逆転しリードを奪ったという展開、やっぱ先週の流れっていうのは続いてきますかね。いや、もう考えなくていいのかなと思いますね。なるほど、はい、ただもうイニングが少ないので、はい、送信はもう早くとにかく同点を追いつくことですね。バッターボックスは3番の上栗、ボール2ストライクとしました。引っ張ったセカンド1、2塁間間の当たりでした。セカンドゴロ、2アウトです。1週間空きましてピッチャーは十分な休養が取れました。岡さん、そういう意味では今日の平投手の立ち上がりになりますがいかがでしょうか。そうですね、今のところちょっと力抑え気味なのかなっていう感じで投げてます。でもスライダーも切れてるので、はい、なかなか今日はいい出来なんじゃないかなと思って見てます。先週の決勝戦の4回までは実は調子が良くなかったと振り返っている平投手、そういった意味では1週間空いたことでどのようにこの決勝戦に向けて切り替えることができたか。バッターボックス4番の川内、決勝戦では第3打席目ということになります。今日の第1打席、
決勝戦では第3打席、第1打席はサードフライ、第2打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーなし。ワンボールツーストライクです。ファウルで粘ります。今大会では6打数の2安打1打点という成績を残している川内。ファウルで粘ります。ファースト自ら吹き込みました。スリーアウト。5回の表、送信の攻撃は三者凡退に終わっています。特別継続試合で再開しました決勝戦、5回の表送信の攻撃は無得点です。5回の裏です。鹿児島トランスポートの攻撃、この回は3番の瀬口から始まります。1点をリードしています鹿児島トランスポート、3対2。サード川内が追ってファウルグラウンドで掴みました。ワンアウト。特別継続試合で5回から再開されていますこの決勝戦、送信のピッチャーは渡辺、左のサイドハンドです。
ワンアウトランナーなし。続くバッターは4番の大谷。バットの先です。サード川内がさばいてツーアウト。先週の決勝戦始まってから1週間空いて、今日は雨が降っています。鹿児島市の郡山送信グラウンド。バッターボックス5番のガナハ。さあ、スリーボールツーストライクまで来ました。ガナハも決勝戦はまだヒットがありません。フォアボールで出塁です。ツーアウトからランナー出ました。1点リードのトランスポート。岡さん、送信の渡辺投手の今日の印象はいかがですか？そうですね、もともと制球のいいピッチャーだと思うので、はい、ただまあやっぱりちょっと慎重になっているのかなっていう気はします、はい、先ほどのガナハとの対戦も追い込んでからのフォアボールという流れでした。初球を打ちました。二遊間破っていく。6番の城の下センターへのヒット。2アウト二塁一塁。の下決勝戦では初ヒットが出ました。さあ、ツーアウト二塁一塁とチャンス広がったところで途中出場、先ほど4回に代打でホームランを1本放っている平藪。その初球変化球から入りました。岡さん、トランスポートがツーアウトからチャンスを作って、ここは一つ注目の対決を迎えましたね。そうですね、バーはヒッター平山君、多分ここを軽く振って軽打ってことではないと思います。結構満振りしてくるんじゃないかなと思いますね。なるほど。アウトローのストライク。早いカウントから追い込みました。マウンド上の渡辺。
ボールです。渡辺は表情から見ても自信のあったボールのようです。サードゴロ、川内がこの回のアウトを3つ全てさばきました。5回の裏、鹿児島トランスポートは2者残塁無得点です。5回までが終了しまして3対2、鹿児島トランスポート1点リードです。国体軟式野球の鹿児島県予選決勝戦です。4回まで先週の時点で試合が進んでいましたが、雷のため中断、1週間後の今日に特別継続試合という形で5回から試合が再開されています。その5回の攻防はともに無得点で迎えた6回の表、鹿児島総合信用金庫の攻撃です。この回先頭バッターは5番の米田から。スイングを取りました。ワンボールワンストライクです。トランスポートのピッチャーは1週間前に引き続きもちろん先発の平。ちょっと濡れたボールを気にして一旦プレートから足を外して体勢を作り直します。ワンエンドワンから第3球、米田は1週間前の決勝戦4回の第2打席にライトへのヒットを放っています。3ボール1ストライクです。アウトコースの変化球、外からギリギリゾーンへ食い込んでくるというようなボールでした。3ボール2ストライク。空振り三振、5番の米田を抑えました。ワンアウトランナーありません。さあ岡さん、残すところ4イニングということなんですけれども、イニングが少ないということをおっしゃっていましたが、追いかける送信としてはどんなところに狙いを絞って平投手を打っていきたいですか。まずとにかくランナーに出ることですね。まだ1人も出てないので、はい、とにかくランナーを出してかき乱していきたいというところじゃないかなと思います。ね、今日は5回から再開されまして、ここまで4者連続で凡退しています。それだけ平投手も好投手ということなんですが、第3球、
やっぱりこうボールが先行してもしっかりとストライクを取ってくるあたり、平投手も冷静さがありますね。そうですね、いつもみたいに力いっぱい投げてる感じではないので、だいぶ抑えて投げてる感じはしますね。キャッチャーフライになりますがファウルです。バックネット方向。まあ、球速で言えば平投手140キロ台を記録することもよくあるんですが、今日も抑えているということはまっすぐもそこまでは出ていないようですか。そうですね、おそらく出なくてもいいっていう感じじゃないですかね。しっかりとコントロール重視、はい、ランナー出さないことっていうことだと思いますね。また今日はどちらかというと変化球が多い投球にも見えるんですが。そうですね、彼の持ち味であるスライダー、はい、今日切れてるし制球もいいので、はい、ここ生命線になってくるんじゃないかなと思います。一つそのスライダーの攻略が鍵となりそうです。鹿児島総合信用金庫1点ビハインド、アウトローボール、3ボール2ストライクはバッターボックスの奥村。決勝戦はサードゴロと送りバント。空振り三振、2者連続です。やっぱり少し抑えていっても質のいいボールだけにああやって空振りが取れるんですね。そうですね、奥村君からしてちょっと想定してなかったボールだったのかな、ボール球だったので、はい、ちょっと奥村君らしくないかなっていう気はしましたね。さてバッターボックス7番渡辺のところですが、代打が送られました。背番号は30番川野秀人。30番は、まあ、社会人野球監督がつける番号ではあるんですが、岡さん、これは自らで代打俺っていうやつですか。そうではない、あんまりそうではない。そうです、ね、でも本当にこの川野君、はい、鹿児島県トップクラスのバッターなんじゃないかなと思いますので、はい、ボールを長く見ることができますし、はい、長打も短打も打てるので期待したいと思います。その川の3ボール1ストライクです。フォアボールで出ます。平は今日1つ目のフォアボール、今日初めて許したランナーです。雨も降っています鹿児島市の送信グラウンド。ちょっと岡さん、平投手はボールを気にしている素振りもありますか。そうですね、もう雨なのでもうしょうがない状況だと思います。でも嫌なランナーを出したなっていう感じがしますね。はい、ツーアウトからフォアボールで出ました。バッターボックスは8番の山崎。ランナースタート、盗塁成功、送球が外野へこぼれる間に一塁ランナーの川野は三塁まで進みました。ツーアウト三塁。大川さん、その嫌なランナーが相手のミスもあって三塁まで行きましたね。そうですね、これミスというか嫌なランナーって言ったんですけど、もうワンバウンドするって分かった時点でもうスタート切ってるんですよね。はい、おそらく弾くであろうっていうことも想定してスタートを切ってる、やっぱ素晴らしい走塁だったなと思います。さあ三塁ランナー川野が帰れば同点です。鹿児島総合信用金庫。8番の山崎1本出るか、ツーボールです。
自打球です。ファウル。サード正面、スリーアウト、三塁ランナー生還ならず、トランスポート平守りました。6回の表、送信は同点のランナー三塁に出しますが無得点に終わっています。6回の裏です。送信はこの回ピッチャー変わりました。背番号18番の中原です。トランスポートは8番の平から。さあまずは岡さん、ピッチャー変わりましてベテランの中原投手になりましたね。いや、まずこの年まで続けられることを本当にすごいなと思って尊敬しますし、はい、もう自分でも勝てるためのピッチングをするとこの間話をしてたので、はい、本当に尊敬しかないですね。まず1人目のバッター平を2ストライクと抑えてバットは回りました。3球三振です。まず1つ目のアウト、平から三振を奪いました。中原投手は、まあ、今42歳と聞いてますので解説の岡さんとも同じくらいの世代になりますか。中原さんが1つ先輩になりますね。あ、そうですか、はい。中原投手の投球のうまさっていうのはどんなところなんでしょうか。まあ、まっすぐと、スライダー、それからフォークですね。この組み立てバランスよく放れるので、はい、あとやっぱりギアチェンジですね。この辺がしっかりできるピッチャーなので、はい、本当にすごくいいピッチャーだと思います。9番の林、意表を突くセーフティーバント、サード川内がさばく、ツーアウト。最後はベースカバーのファーストベースカバーに入った選手もよくカバーしました。ファーストの奥村ですね。送信は継投策で来まして、この中原は3人目のピッチャーということになります。さあ2アウトランナーなし、9番の林。あ、失礼しました、打順トップに帰って1番の山本ですね。決勝戦で第1打席第2打席とヒットを放っています。
ワンボールツーストライク。テンポよく追い込んだのはピッチャーの中原。郡山グラウンド、少し上空雨が強くなってきました。顔の近く、ちょっとボールも滑っているかもしれません。ツーボールツーストライク。空振り三振。変わった3番手の中原、2つの三振を含める三者凡退で6回の裏、トランスポートの攻撃を退けました。7回の表、送信の攻撃です。先頭バッター、ラストバッターのキャッチャー平岡。継投策で来る送信とは対して、トランスポートはエースの平がこの回もマウンドに上がっています。ボール。大きく外れました。2ボールです。平岡は9番バッターですが、決勝戦2安打。ファウルにします。フルカウントになりました。今日は力いっぱいというよりは制球を重視して抑えて投げ込んでいる平。ただここはフォアボール、先頭バッターを歩かせてしまいました。岡さん、7回先頭バッターの出塁、これは大きいですね。大きいですね、ここは上位に回ってくる回なので、いろんな動きが考えられる、守る方もやりにくいのかなと思います。はい、ノーアウトのランナー出まして、さらに送信は打順トップに帰ります。1番の宮下、送る構えを見せていますが、初球この後どう動いてくるでしょうか。宮下は足も速いバッター。決勝戦第1打席第2打席と2本ヒットを打っています。バントに来ましたが体にも当たりましたかね。ファウルです。ワンボールワンストライク。同点のランナーを出しました鹿児島総合信用金庫。バットを短く持っています宮下。バントに行く、まずキャッチャーの前、二塁へ送って一塁駆け抜けてセーフ。キャッチャーは強肩の高山。
簡単に送信のランナーを進めさせませんでした。ランナーが入れ替わる形、ワンアウト一塁です。トランスポートとしては一つ助かるような打球になりました。続くバッター2番キャプテンの萩小葉、萩小葉も送ってくる。岡さん、キャッチャー高山強肩ですから、送る方もしっかりとバントを当てないといけませんね。そうなんですよね。ちょっとでも前の宮下君もそうですけど、自分もちょっと生きようかなっていうようなバントだったので、はい、バット引いて牽制、ボールを送ります。この肩の強さ、巨人の育成時代から球界でもトップクラスと買われていました。今はトランスポートでプレーしているキャッチャー高山、打ち上げました。セカンド林、芝のところまで下がって取りました。ツーアウトです。ちょっと岡さん、送信の1番2番自らも生きようかというようなところが裏目に出てしまいましたかね。そうですね、ちょっと2人らしくないというか、送信らしくない攻めなのかなっていう気はします。ツーアウト一塁です。これからクリーンナップ、3番の上栗、あ、ボークですね。そうですね、ここは今度はトランスポート平にちょっとらしくないプレーになりました。ツーアウト二塁、一打同点のチャンスをもらったのは送信です。ファウルです。ツーストライク。ランナーの進塁を許してしまったその後のピッチング、平瑠南なんとか切り替えようと、ツーストライクと追い込んでいます。ちょっと変化球を大きく抜けました。外にもう1球続けた、ツーボールツーストライク。ボールを交換します。3球続けて大きく外れました。宮下ホームイン、打った上栗は三塁へ。送信7回の表、同点タイムリースリーベースヒット。平瑠南ここで打たれます。7回の表、送信が同点。八岡さん、ちょっと甘いボールになってしまいましたかね。そうですね、まあ、甘い、ちょっとスライダーが甘めに入ってきたとはいえ、あそこまでやっぱ持っていたバッターを褒めるべきだったんじゃないかなと思います。はい、なおもツーアウト三塁、バッター4番の川内です。ここは一つ送信が勢いに乗ろうかという場面を迎えています。
ちょっと平のボールが大きく外れるようになってきましたね。そうですね、スライダーが結構抜けてるかなっていう感じがしますね。まあ、岡さんも今日はそのスライダーが生命線になるのではないかと話していたボールですが、ここまでは3ボール、ストレートのフォアボールになりました。2アウト1、3塁。こうなってくるとトランスポートサイドちょっと動きが新しくなってきそうです。一旦集まります。いや、岡さん、雨の中のコンディションとはいえちょっとこう急に制球に影響、異変が出てきたりするもんなんですかね。そうですね、ちょっと雨が強くなってきてるっていうところは大いに影響してるのかなと思います。はい、1度目のタイムを取りましたトランスポート。ツーアウト1、3塁から再開です。バッターボックス5番の米田、決勝戦ヒット1本。この回三塁ランナーです。3番の上栗のタイムリースリーベースで同点に追いつきました。送信、ツーアウトから作ったチャンスものにしました。ファウルです。ツーボールワンストライク。一気に送信が勝ち越すか、あるいはトランスポート平踏ん張るか。叩きつけた、ファースト上野下、ベースを踏んでスリーアウト。ただ7回の表、送信はランナー2塁から3番上栗のタイムリースリーベースヒットで同点に追いつきました。7回の裏、トランスポートの攻撃、先頭バッターは2番キャッチャーの高山。送信のマウンドには引き続き3番手の中原です。岡さん、7回の表に送信が同点に追いつきました。これ大きな1点になりそうですね。そうですね、高山くん、これ中原さん絶対高山くん出さないことですね。はい、第3球インコースのボールを思い切って振ってきました。2ボール1ストライク。決勝戦もいよいよ終盤、7回の裏に差し掛かっています。ここまでは3対3の同点。いい当たり、レフトもう見送っている。
トランスポート2番高山勝ち越しホームラン。岡さん完璧な当たりでした。そうですね、まあ、状況的に狙ってはくるんじゃないかなとは思ったんですけど、はい、まあ、しかしまさかここまでかというような感じですね。はい、うちでの勝負を選択したんだなという感じですね。はい、入ってきたボール見逃しませんでした。2番の高山、4対3トランスポートを再びリードを奪います。いや、衝撃の当たり、再びトランスポートが流れを引き戻しにかかります。バッターボックスは3番の瀬口。ランナーはありません。一発は浴びましたがピッチャー中原、切り替えてこの後クリーンナップを抑えることができるか。ワンボールワンストライクから投球第3球、低めに決まってストライク。中原も制球の良さを見せカウントをしっかり取っていきます。第4球、頻繁にボールが交換されます。今日の決勝戦です。鹿児島市郡山送信グラウンド、雨が試合開始の午前8時半の時点から降り続けています。センターへ宮下、左へ寄って取りました。ワンアウト。一つ中原アウトを奪ってバッターボックス4番の大谷を迎えます。大谷も力のあるバッター、千葉ロッテの育成でプレーした経歴もあります。岡さん、大谷もこの場面はどうなんでしょう、一発を狙ってくるんでしょうか。そうですね、大きいのを狙ってくるんじゃないかなと。ただ、まあ、外野も相当深めに守ってますので、はい、送信からすれば長打絶対警戒ですね。ワンヒット OK だと思います。はい、決勝戦では平藪、高山とチームですでに2本ホームランが出ています。第3球は空振り。狙っていますね。ツーエンドツーと追いカンドラは送信の中原。打ち取った当たりファーストゴロ、ツーアウトです。この対決は中原が制しました。ツーアウト。5番のガナハを迎えます。セカンドゴロ、一塁送ってスリーアウトです。ただ7回の裏、トランスポートは先頭バッター2番の高山、レフトへの特大アーチで1点を勝ち越し、4対3とこの試合再びリードを奪っています。
8回の表再び1点を追いかける展開になりました鹿児島総合信用金庫。この回先頭バッターは6番の奥村です。8回のトランスポートマウンドにも平、ファーストファウルグラウンド上の下追っていく、ファウルです。ちょっと岡さん、この回から平投手ボールにこう力を込め始めましたか。そうですね、もう残り2イニングなので、しかも自分取られた後にすぐ仲間を取り返してくれたっていうすごく勇気づけられてるんじゃないかなと思いますね。右中間への当たりだ、大きいですがセンター山本を取りました。ワンアウト。7番中原のところで代打末広が送られました。背番号9番左バッター、ファーストファウルです。後方へ飛んでいきました、ファウル。ワンボールツーストライク追い込んだ。さあ1点を追う送信です。代打末広、チームの期待に応えられるか。ワンエンドツーから第4球スライダーです。今のコースでこの決勝戦も何度もカウントを取ってきましたが、決め球に選んできました。2エンド2から第5球続けましたがボール、3ボール2ストライク。力で差し込みました。サードフライで2アウト。岡さん、送信としてはこう何か流れを変えるきっかけが欲しいですね。そうですね、やっぱり山崎君足もあるので何とかして出塁すれば動くこともできますので、はい、山崎君期待ですね。打ち上げましたがファウル、三塁側ベンチの方角へと飛んでいます。8番の山崎を2ストライク追い込んだピッチャーの平。高めに外れました。抜けた変化球、背中に当たってデッドボール。足の速い山崎が出塁しました。この後は9番バッター平岡、決勝戦は全打席で出塁しているバッターです。しかもこの試合送信は2アウトから何度もチャンスを作っていますから、8回の表ここもなんとか得点につなげたいところです。やった、ああワイルドピッチ、一塁ランナー二塁へ。
山崎の出塁からチャンスを作った送信、ツーアウト二塁、その山崎が帰れば同点です。インコースわずかに内側に入外れました。ツーボール。ファウルです。悔しそうな表情を浮かべたのはバッターの平岡。うん、だいぶ外野が前に出てきましたね。なんとしても二塁ランナーの生還を阻止したいという構えです。ツーボールツーストライク、追い込みました。8回このピンチ、トランスポートを守りきるか、送信このチャンスものにするか。外野へ、ライト、ライト線破る、深い当たり、長打コースになる。二塁ランナー山崎帰ってきました。4対4の同点。打った平岡も一気に三塁へ。7回に続き送信同点タイムリースリーベースヒット。9番決勝戦絶好調の平岡が打ちました。岡さん、またしても2アウトからのチャンスメイク得点です。そうですね、まあ、素晴らしい集中力、はい、粘りだと思いますね。あのライト線への当たりというのもどうでしょうか。ちょっとですね、ポジショニングが気になったんですよね、はい、ここはちょっと送信とトランスポートの違いで、それぞれがですね、はい、投球の時にポジショニングを変えるんですよね、はい、ただ今の場合は外低めだったんですけど、はい、守備位置が変わってなかったんですね。さあ、これを受けて1番宮下は申告敬遠で一塁へ。そしてトランスポートの守備が交代しそうです。いろいろと変えてきますね。平が今マウンドから降りてボールを渡しました。で、岡さん、ポジショニングの話題に上がったライトも変わりましたね。そうですね。で、ピッチャーは背番号18番、平籔ですね。ライトに入っていた平籔がピッチャーマウンドに上がります。8回の表、送信は同点に追いつかれたところで先発ピッチャー平良を変えます。2番手でマウンドに上がったのは決勝戦1本ホームランも打っていて5回からはライトの守備に入っていました平籔。左のオーバーハンド、今投球練習を行っています。そして平籔のいたライトにセカンドの林が回ってセカンドに背番号4番高田が入るようです。トランスポート変わった2番手平籔、神村学園の出身、卒業後は硬式野球の社会人チームでプレーしていた経歴もあります。ツーアウト1、3塁から再開です。送信は一気にここで
試合の主導権をつかめるか、トランスポート、この継投でそれを守るか。バッターボックスは2番キャプテンの萩小葉です。空振り、ワンボールワンストライク。この試合の明暗を分けそうな注目の場面を迎えています。ツーアウト1、3塁、8回の表、送信の攻撃、バッターは2番の萩小葉。決勝戦ではまだヒットはありません。一塁ランナーは二塁へ。これでワンヒットで2点のチャンスもあります。送信です。ファウルです。ツーアウト二塁三塁、ツーボールツーストライク。岡さん、追いつかれたトランスポートとしてはこの継投でなんとかここはしのぎたいところですね。そうですね、ちょっとここで点数取られたらガクンと来てしまうので、平山君なんとかして抑えてほしいですね。2エンド2です。ファウル。バッターボックスの萩小葉もうまくバットに当てています。スリーボールツーストライク。この後は先ほど同点た一時同点に追いつくタイムリーを放っている3番の上栗、打ち上げました。平野部が落下点、スリーアウト。同点でしのぎましたトランスポートの守り。8回の表、送信が9番の平岡のタイムリーで4対4と追いついています。お待ちしております。
8回の裏、鹿児島トランスポートの攻撃。先頭バッターは6番の城之下。送信はこの回ピッチャー4番手に変わりました、背番号14番の永井です。岡さん、この送信の4番手永井は準決勝7回を完全シャットアウト、見事なピッチングでした。どんな印象ですか？そうですね、まっすぐ、それからスライダーですね、あとちょっと内側、右バッターの内側に入ってくるツーシーム系のボールですかね。はい、制球力もいいと思うし、面白いピッチャーだと思います。ワンボールワンストライク。社会人、この送信に入ってからピッチャーの練習を始めたというマウンド上の永井です。打ち取った当たり、バウンド変わりました、川内よく反応した、遠投になる、一塁送球、ワンアウト。守備の安定感を見せました送信サード川内。ワンアウトランナーなし、打席には7番ピッチャーの平藪。初球を打ちました、ライト方向へファウル。ツーストライクです。際どいコース、ファウルで粘ります。決勝戦4回にソロホームラン、一時は勝ち越しとなる1本を打ちました。平藪思い切って振ってきますが、一つ長いのボールを捉えきれていない印象ですか？そうですね、ちょっと合ってないのかな。ボールです、ツーボールツーストライク。でもここから見てて分かるんですけど、内野手がみんな同じ動きをするんですよね。はい、練習ではもうほとんど守備練習しかやらないという送信なんですが、なんかこう上から見てると動きがシンクロした。そうですね、みんないいおそらくバットに当たる瞬間にタイミングを合わせてますよね。はい、空振り三振、平藪を抑えました。変わった4番手の永井。先ほどの回の守備からセカンドに入っている高田。
コースには制球されていますが、高田に対しては2ボール1ストライクになっています。これも詰まっています、バットの根元。スリーボールツーストライク。ファウルです。この打球もファウル。各バッター何かこう打ち損じているシーンが多いですね。そうですね、合ってない合ってないなっていう。だから永井君バッテリーの上手、バッテリーが上手なんでしょうねきっと。空振り三振。最後は外低めに逃げるようなスライダーでした。巧みなマウンドさばき、4番手の永井千尋、8回の裏トランスポートの攻撃を無得点に抑えました。8回が終わって4対4の同点で9回の攻防へと入っていきます。国体軟式野球県予選決勝戦、4対4の同点で9回の攻防に入ります。9回の表送信の攻撃、打ち上げました。セカンド8回から変わった高田、ワンアウトです。先頭バッター3番の上栗は打ち取りました。4番の川内、今日は守備でもよくボールが飛んできて、そのために堅い守りの良さを見せています。早いテンポで投げ込んできます。マウンド上平野部、
左中間へ、レフトが左中間へ寄って取りました。ツーアウト。レフト4番の大谷です。ツーアウトになりました。ただこの試合においては送信ツーアウトからでも打線の粘り強さ見せています。まだ分かりません。5番の米田、バントの構えもたびたび見せていますがどうでしょうか。第4球スリーボールです。ライトへ、ツーアウトから送信出ます。米田決勝戦2本目のヒット、ツーアウト1塁。岡さん、送信は今日ツーアウトから粘り強い攻撃見せていますね。そうですね、まあ、送信らしいというか、はい、本当に諦めない粘り強いチームですよね。バッターボックス6番奥村、一塁ランナー帰れば勝ち越し。9回の表送信の攻撃です。キャッチャー前にこぼしている。この場面でのランナーはスタートはありません。今日はただああいったバウンドすると見えたボールでスタートを切ってきます。送信の一塁ランナー、叩きつけた、サード弾いた、拾い直して一塁へ、間一髪アウトにしました。9回の表送信はランナーが1人残塁、無得点に終わりました。9回の裏、鹿児島トランスポートの攻撃。この回はラストバッターの林から始まります。初球から打ちましたがファウル。9
9回のマウンドにも送信は4番手の永井が引き続き入ります。いい変化球決まりました。2ストライク。制球力の高さと巧みな間合いの取り方でバッターを翻弄します。打ち取ったピッチャーゴロ。長い取って一塁アウト。ワンアウトです。トランスポート上位打線に入りますが、岡さん、まだ長井に代わってから1本もヒットが出ていません。そうですね、ちょっと長井君の制球バッテリーの組み立てに翻弄されているかなっていう感じはしますね。打席には決勝戦2安打の山本。デッドボールです。これはトランスポートとしては大きなチャンスになります。ちょっと長井らしさもなかったですね。そうですね、まあ、ちょっと滑った抜けてしまったかなっていう感じ。ただ嫌なバッターに当ててしまいましたね。はい、1番バッターの山本が出塁。単独で動いてくる可能性もありますし、ただここで打席に入るのが先ほどホームランの高山です。9回の裏ワンアウト1塁。いい当たり。ファウルです。ファウルですが飛距離は十分。岡さん、もう高山自分で決めに来てますね。まあそうですね、おそらく動きはない、小細工なしかなと思いますね、はい。まあ、力のあるバッターにここは全て委ねようというトランスポートの動き。一塁ランナー山本がホームに触れればその時点で試合が決まります。ワンストライク。変化球、空振りを奪って拍手が送られるのは三塁側。ツーストライクです。さあ、好投手永井、強打者高山を打ち取れるか。捉えた当たり、センターまずい、抜けた、終わる。一塁ランナー山本は一気に帰って、クロスプレーはセーフ。トランスポートサヨナラ。国体県予選の決勝戦9回の裏、劇的な幕切れ。今日当たりに当たっている2番の高山が決めました。いやー、岡さん、最後外野の打球処理のところですよね。そうですね、はい、ちょっと滑ってしまったように見えましたが。そうですね、滑ったというか、なんですね、打球の勢いがあったので、こうなんとか追いつこうと滑り込んだところっていうところですかね。そうですね。ご覧いただきましたように、鹿児島トランスポート対鹿児島総合信用金庫、国体県予選の決勝戦、トランスポートが9回サヨナラ勝ちをもって5対4で勝利しています。さあ、岡さん、決勝戦を振り返って、まずはトランスポートが打線の厚み、そして破壊力を十分に見せつけた結果になりました。いかがだったでしょうか。はい、もう両チームらしさが本当に出た試合だったんじゃないかなと思います。まあ、大きなミスがあったわけでもないですし、両チームとも本当にしっかりとした戦いをしたんじゃないかなと思ってます。まあ、そして、雷による1週間の延長を受けて特別継続試合、それから今日も雨の中のコンディションということですが、そんな状況の中、こう戦った両チーム、どんな印象でしょうか。
はい、もうどちらもですね本当にやりにくい状況、なかなかイニングもないと今日に限ってはですねだったんですけども、まあ、本大会に行けばこういうことは本当に往々にしてあることだと思いますので、はい、ぜひしっかりと頑張ってきてほしいと思います。この後鹿児島県代表は九州大会ブロック大会に臨んで栃木国体とつながっていきますが、県代表チームに期待するところどんなところでしょうか。はい、やはり戦ったチーム、相手チームのことをですねしっかりと胸に秘めながら、まずしっかりとブロック大会を勝ち上がってぜひ本国体に進んでほしいなと思います。はい、この時間は第77回国体県予選の決勝戦、軟式野球の決勝戦の模様を解説岡浩二さんでお伝えしました。岡さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは鹿児島市の郡山総合グラウンドから失礼いたします。